はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのカシオネス講座のお時間です。今日は秋元純子さん、ルーズの蝶々、この曲をレッスンしてまいります。まずはオリジナルキーをプラス7にしまして、私のコーラス歌わさせていただきます。誰かの元へと帰るあなたが、憎くて今夜も身を焦がす。せめて私の分身一つ連れてて帰ってくれますか。別れ間際の襟元に寄り添うふりで残し紅、あなたは知らないルージュの蝶々、愛の花には止まれない。はい、いい歌ですね。ルージュの蝶々ね、目の付けどころがちょっといいですね、唇が蝶々のように見えると、こういうことですね。はい、レッスンはオリジナルキーでいきたいと思いましたけど、ちょっとこのキーが合いませんのでね、申し訳ないですけど、今私が歌わせていただいた、7のキーで、レッスンを行ってみたいと思いますね。はい、それでは秋元純子さんの新曲ですね、ルーズの蝶々、この曲をレッスンしてみたいと思います。まあ、この恋は初めから分かっていた恋なんですけどね、愛の仰せが終われば帰ってしまうあなた、まあそこらあたりがね、女心ですよね。まあ、ちょっぴり憎くて、そして、なんとなく自分のこの存在感を連れて帰ってちょうだいというような気持ちから、まあその女心の意地らしい、存在感を見せるという、そんな女性の心理ですね、そういったものを表現した作品ですね、とってもいいと思いますから、ぜひ皆さんしっかりと覚えましょうね。で、このメロディーの特徴があるんですけども、誰かの元へと帰るあなたがというところで、全部出発点は同じなんですね。そしてこのお気づきのように普天四分音符がよく使われてますから、この普天四分音符の伸ばし加減、それから張り加減、心当たりですね、まあ、こんなところをちょっと注意していただきたいんですけども、まあ、心当たりはね、しげちゃんの歌が上手になるための10箇条のメリハリのところでね、お話してますから、参考になさっていただきたいと思います。まあ、強すぎず弱すぎずということですね。そんな感じでね、非常に普天の四分音符がよく使われてますから、ここの攻略法ということですね。はい、それではレッスンを行ってみましょう。誰かの元へと帰るあなたが、憎くて今夜も身を焦がす。はい、ここにまでしていきましょうね。先ほど言いましたよね、誰、この例ですね、誰かの元へと帰るあなたがと思ってきます。まあ、ここの
伸ばし加減の強さ加減というんですね。まあ、これ棒読みになってしまいますと、誰かがかの元へと帰ってこうなっちゃいますからね。はい、心当たりを、うまく攻略できるようにしましょう。まあ、要するに強すぎず弱すぎず、誰かの顔を迎えるあたりにふわっとこう、絞っていくような感じで、誰かのこんな感じね、元へとこういう感じね、言葉がスーッといつまでも引っ張るんではなく、まあ、細い糸でつながるようなイメージを持っていただくといいですね。まあ、心当たりの詳しいことはしげちゃんの歌が上手になるための10箇条で説明していますから、またそちらご覧になってくださいね。はい、そしてそこあたりがずっと終わりまして、でまた身を焦がすと終わってから、攻めて私のというまた繰り返していく感じが出てきますね。そして分身一つと歌って、連れて帰ってくれますかとね、ちょっとここ の前半の締めくくりはグッときますよね。はい、じゃあそのあたりまでもう一度言ってみますよ。はい、落ち着いて今のサウンドに乗っていきましょう。誰かの元へと帰るあなたが、憎くて今夜も身を焦がす、せめて私の分身一つ連れてて帰ってくれますか。はい、ここのとこですね、くれますかでちょっと、前向きにのびのびと言ってみましょう。そして別れ間際の襟元たどるような感じでうまく、流れをね、テンポよくこのうまくまとめていきます。ドにといきますね。はい、その分かれのとこいきますよ。くれますか、別れ間際の振り切れ残しべに。はい、ここまでね、なかなかいいですね。はい、別れ間際のあたりから申していきますよ。先ほど言いました別れ間際のタッチをね、8分音符で揃ってますから、チャッ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 、別れ間近のとね、割とこうピッピッとこう刻んでいくような感じでいくとですね。そして襟元に、これも揃ってますよね、8分揃ってますから、ずっと揃えていきましょう。寄り添う、ここもそうですね、寄り添う振り、また付点が出てきました、振りでいいで残し、血を伸ばして、で、ぐっと上がって、に、にでちょっと節を、に、と持っていきましょう。はい、じゃあ、見せていきますよ。これマスカーが終わりました。別れ、間際の、襟元に、寄り添う、振り、残しべに、あなたは知らないルージュの蝶々、愛の花には
まれない。はい、じゃあもう一度いきましょうね。ちゃっちゃっちゃ、襟元のあたりからいきましょうかね。そしてあなたは知らない、ここもね、歯切れよくテンポよくいきましょうね。あなたは知らない、あなたは、まで、ちょっと区切ってから、は知らない、ルージュの蝶々、お尻上がってきます、蝶々、愛の、ここは素早いですよ、花には、また伸び伸びとテンポよく乗ってって、じゃんじゃんじゃん、止まれ止まれ、伸ばしてない、いで、またちょっと節まして、いい、寄り添う雰囲気で残しべに、あなたは知らない、ルージュの蝶々、愛の花には、止まれない。はい、こんな感じですね。まあ、非常に起点の脂肪がいくつかあるという話しました。まあ、心当たりの部分をね、しっかりと捉えてみましょう。